ちょっとこう遊びで叩くとかじゃなくて本当にもう本番でガチで使いたいなと思っててなんかこう配信とかで上半身しか映んないっていうことあるからまあボンゴ本来のトラディショナルなスタイルだとこうやって足に挟むんだけど結構この座礁って難しくてこの足のねえ角度バランスとか挟む位置とかあと例えばまあマルチパーカッションで 花に座っっててますってで、カホン座りながらボンをやりますってなると普通はこのね <laughs> ラグが当たって傷つくんですよ花ンが。私初めて買った花ンを1ヶ月しないぐらいでちょっとボンを叩こうと思って、えー、ボンを構えたらここのラグでですね思い切りガリって傷つけてもう大層悲しんだ覚えがあります。はい で、まあそんなあなたにこれいいんじゃないのっていうおすすめね。まあ何のことはないんですけど、えー、これキャビネットっていうね、スピーカーの足で、高さ4センチのやつがあって、まあ椅子の足とかでももしかしたらいいのがあるかもしれないんだけど、まあ普通はこうなんだけど、ここは穴が開いてるやつがあって、ここれがね、ちょうどいいんですよ。 このラグのサイズと。で、カポッてはめて、えー、最低3か所か4か所、こうはめたら、こう浮くじゃないですか、置いたときに。こういうこと。あれ、こうしたらこれでいいんじゃないか。これぐらいの高さのスタンドっていうのもね、一応あるんだけど、一応スタンドなしでもいけると。 まあ、みたいな感じで、まあ、軽くこう足で踏んだりしつつできてるいいんじゃねと思ってはい紹介します <laughs> ボンゴ足ですたい1000円ちょっとで、えー、買えるのでちょっと使えそうだなと思う方ぜひやってみてください、はい、これ足ないとダメなのかっていう話はあるんだけど足ねえとねこのラグが痛いっていう <laughs> 痛い <laughs> これこれが刺さるわけよ刺さるんだよねこれこれがね こう乗っけるとねこうももに刺さって痛いっていうのとあんまこう足とこのサウンドホールが近すぎると響きがえ死んでしまうのでまあちょっと浮いた方がいいよなっていうことでねはいこの足をつけるとなんと足に乗せて叩けますはいというのを思いつきましたので何か使えそうだなっていう人はやってみてください。